安曇野市の金剛院にやってきました。聖保院ですか。ここで、宿泊します。宿坊ですね。はい、では手続き済みましたので中入ります。こちらのお風呂はこちら右側で、今日お二人だけですので、この右側の方をお使いください。そうなんですか。はい、あ、わかりました。4時ぐらいから夜10時ぐらいまで入りますので。わかりました。はい、でこちら2階上がって8号室です。はい、はい、よろしくお願いします。冷蔵庫と電子レンジがありました。これは何ですかね。ここが洗面所ですね。トイレと、ずいぶん奥まってますね。今日は208号室ということで、ここですね、208号室。はい、8畳間ですか。あ、違いますね、6畳間ですね。はい、窓からの景色はこんな感じです。はい、ではくつろぎます。はい、ちょっと30分ほど部屋でくつろいで、今から参拝に行きます。ここはあの韓国寺院だそうでして、ちょっと日本とは雰囲気が違っておりますね。大龍殿、撮影禁止ではないですかね。あ、閉まってるわ。ん、閉まってます。はい、じゃあまあここで、あ、ここが開けるんだね。あ、そうでした。あの、自由に入って参拝してくれということでしたのでね。随分雰囲気違うんですね、やっぱり。はい、ハングルですしね。朝夕のお勤めが5時になるんですけれども、あの、和尚が、ご住職が、あの、はい、で参拝、あの、お勤めはないということでした。ちょっと安心したおばあですね。はい、5時に起きていくと私が言っておりましたので、おばあはホッとしているようです。金もなんか違うね。ああ、ね、雰囲気が随分違います。あれは韓国っぽいね、これね。閻魔様みたい。うん、三世閣。では参拝します。はい、お風呂にやってきました。男湯と女湯があるんですが、今日は我々だけということなので、この女湯の方を利用させてもらいます。
はい、アルカリ性単純温泉 69.3 度、結構高い。お風呂行ってきました。アルカリ泉ということで pH 8.7、 ちょっとアルカリというような感じのお風呂でした。で、少しぬるぬるしてるかな、まあ、気持ち的にっていう感じの無色透明の匂いのないお湯でした。で、洗い場が2つ、シャワーが1つついてる加速風呂みたいなところを、使わせていただきました。で、今日はお勤めがないということなんでビールタイムです。宿坊なのにつまみはサキイカです。ではいただきます。6時25分を過ぎましたので夕食会場に向かっております。はい、韓国料理ですね。スープ、韓国お好み焼きですね。で、煮物の、で、漬物があって、ビビンバですね。で、この辛いタレとごま混ぜてつけるということです。ではいただきます。じゃあいただきます。辛いです。つけすぎました。めっちゃ辛いです。はい、完食です。まだこっちに食べてる、はい、あ、そうなんだ。おばあも、はい、今完食しました。完食です。すごいです。美味しかった。はい、美味しかったです。大変なことになってます。お腹が大変なことになってます。今日のお昼といい、そう、お昼もすごい食べましたが、夕飯も完食で体重が恐ろしいです。はい、コーヒー、インスタントですけどこういうの飲めるのいいですよね。で、このコーヒーおばあが入れてくれたんですが、全然違うところに行こうとしていました。おばあはこの韓国製のマキシム中のヨナちゃんが、ああ、そうなんだ、あの CM に出てたみたいなんですけども、はい、はいはい、ヨナちゃんファンのおばあでした。ここに冷蔵庫があるんですが、ここにボトルが入っています。これは北アルプスから流れ出る地下水だそうです。ちゃんと飲用の証明書がありますね。これは嬉しいサービスです。おはようございます。今7時です。朝食会場に向かいます。あ、残念ながら今日は雨が降っております。本当だったら立山に行くはずだったのにね笑っております。朝食来ました。まあ和風っぽいですよね。ただ韓国海苔ですね。ではいただきます。早速いただきます。研ぎ手は水洗で温水便座、これは嬉しいですね。